はい、こんにちは。トムタケです。お願いします。本日は、はい、劇坂探求部やってまいりたいと思います。嫌なんですよ。劇坂探求部へ。いや、私嫌なんですよ、はい。劇坂探求部の日は私は家でぬくぬく見てたいっていう願望があるんだけど、はい、なんで今日は一緒なんですかね。僕もね、率先して劇坂探求部やりたいわけではないんですけど、今日はね、劇坂案内してくれる方がいらっしゃいますね。はい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 。どうぞ。どうぞ。お願いします。はい。はい。どうも。準レギュラーナニオです。準々レギュラーの準々の花丸です。花丸です。はい、お願いします。ちゃんとあの篠さんよりあの劇坂探求部出ることを狙ってるんでまだやつ全然出てませんけど、ね、全然出てません。まだゼロです、はい、そうそう。なんか聞いたところによると、はい、網野さんが全て案内してくれると。そうですね、距離は30キロなんでゆるこた探求部ってところで聞いてるんですが大丈夫ですか。あれちょっとこういろんな情報の差がありますけど私が聞いた話は、はい、今日はね、うん、いすみ三大劇坂、いすみ三大劇坂というところを案内してくれるということ。はい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 。こう千葉県のね。千葉県の。はい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 。いすみ市。はい。を中心に三個の劇坂を巡る旅。ありがとうございます。はい。なんで私がこれ説明してるの？聞いながら自分も実際よく分かってないんですよ。あ、そうなの。そう、あの昔来て、うん、なんか地元のサイクリストにこの辺3つ劇坂あるんやでと聞いて、うんうんうん、ただ雨だから登んなかったんですよ。あ、入り口だけ覗いてみたいな、うん、だから自分も行くの初めてなの。おい、じゃあ誰も知らないんじゃないか。それでネットで情報見ても全然分かんない。なるほどね。ただ一応スラバのセグメントはあった。おお、だから坂はあります。なるほど、安心してください。それは間違いないと。安心してください。みんな新鮮な気持ちで感じる。そうですね。おい、距離短いんだ。そう、距離の問題じゃないから。40キロないから。いや、そういう問題じゃないから。探求部、そういう問題じゃないって、ね、はい、じゃあ行ってきます。劇坂探求部。公園の劇坂。あ、これさ、マジで私いけるかな。大丈夫、ちょっと大丈夫、もみ出して。あ、きついきついきつい。これはね、ちょっと待って、しかも信号がある120とか言ってる、120とか言ってる。やめて。ここでね、一回粘るか。あ、信号なんか一気に縮んだ。あ、今あと50秒。あ、1分だったか。よし。変な記憶。変な記憶。篠さんのお手洗い。なるほどね。でもパンチあるね。まあ問題はそれを信じるかどうか。終わってないのが一番。どうだったっけ。これテクニックがいるタイプだ。まあまあ、まあ、で君たちはさ、そうかもしれないけどさ経験値が違うんだよ君とは。青だ青だ、いった。前に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 体重前に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 。ああ、意外と、え、意外と楽じゃないじゃん。ためよためよ、これ溜めて、これ溜めて、溜めて溜めて。あー、あー綺麗。はい、クリア。あ
すごいじゃん景色。景色すごいじゃん。おかしいよね、でもこの。おい、なんか余裕ぶってんな。おい、余裕ぶってるけど。腰ゼロじゃん。おい、これは無理してんな。無理してるわ。涙出てきた。はるかちゃん、はるかちゃん4日連続で乗ってて今日4日目らしいです。結構なペースでアメンさん言ってたけど、うん、ついてたもん ね。後ろが。はるかちゃん今何つった。不安定な城。不安定な城だよね。あの柱一本折ったら風すごい。うん、これ私でも多分勝てるわ。これは激坂登った後にそこ攻めなきゃいけないんですよ。ああ、なるほどね。じゃあ激坂でちょっと上から弓でまず兵を、もしくはバランス崩させれば。あ、なるほどなるほど。油をまいとけばいいんだ。いや、待って、振らないで。いや、なんか言いたそうな顔してたから。なんか言いたそうだなと思って。いや、これカットだな。おいおい。やこれか。うわー、ちょっと待って、怖い。あー、本当に怖い。あー、やだ。あー、待って、え、待って待って、私、あばい、やばい、やばい、あ、歌乗った。あー、ちょっと待って、これはやばい。これはちょっとやった。やばいぞ。やばい、早い。花丸早い。怖い。怖い。前に前に。前に前に。あ、これはびっくりだ。怖い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 からひたすら進むしかない。怖い。これはやばい。ああ、休憩。こっちで行こう。ギリギリまで。もう一回からね。ギリギリまで。よし。本気見せたる。ワイの本気見せたる。いけたいけた。いや、きついな。きつい。なあ。あるもんだね。きつい。痛い。足痛い。それで踏み直す。清水館の三大清水寺の一つ。でもさ、確かにさ、すごい立派だよね。雰囲気いいし。ね、めっちゃいいね。素晴らしい。しかもこれいいよね、この飲み物があったね。いいね。もうこれだけで水蓋探求部もできちゃったね。はい、おみくじ。由緒正しい。ちゃんとしてる。うん、おみくじが薄い。おい、薄とか言うな。小吉。
薄い薄いね、薄いね、取れ高も薄いね。これ見なかったのいや捨てるな捨てるな結ぶとこある、結ぶとこある。トムズサイクリング、マジすごいね、やば、知らなかったんだけど、もったいないこんなので出すの、もったいないねえ、激坂探求部じゃないよこれ、これさゆるぽと探求部にもらってもいい使い回し使い回し、あ、いや、そんなわけないね。そんなわけないよ。一瞬道が見えたよ。逆から行こう。え？ちょっと待って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 。これは無理だよ。あ、待って、これは無理だって。これか、やっぱりじゃあ。いやー。これは。下から見るか。下から見るしかないね。ああ、やばいね。見えましたね、ちょっと。大丈夫かな。いや、ちょっと待って。ああ。これ、もうこれいいなろう？嘘嘘嘘嘘嘘。あ、待って待って。これ無理だ。これ無理。ふざけんなよ。ふざけんなよ。これはやばい。あーすごいよ、さらに上がるよ、あーちょっと休めた、終わりっぽい、おー、行けた、お、来た来た、もう大丈夫だ、全部登りました？全部登ったよ、なんか声は聞こえるんだけどなかなか現れないあれ、あ、あれ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 ちょっとこれ難しいやつだね、これはね、無理だ、行けたくないからやめた、アミノさんは行けたでしょう、これはやばい、トイさん行ったね、よく行けた行けた、これは経験値でダメです。激坂探求部、入ってきました。お疲れ様でした。ご案内ありがとうございます。いえいえ。それでは、はい、腰を
本日は私の方から付けさせていただきたいと思います。お願いします。いすみ三大劇坂まとめまして、はい、星 2.5。 おお、僕ね、うん、3でもいいと思います。あ、本当ですか。2.75 ぐらい。 2.75 にしときましょう。いや、まあ私登ってないけど、あざみとかさ、十三塚とか、つくば道とか、まあね、今まで来てましたけれども、まあ、今回はね、短かった。そうね、うん、そう、長くても200〜300m、うん、そうだよね、うん、何キロとかなかったから、まあ、かなりきついけど、なんとか行ける範囲。ただし、最後のは私は開始 10m で足をつきました。心が先に折れた。あれは心が先に折れた、はい。なんかね、勾配がかっこいいって言った。そうだよね、うん、勾配はやばいよね。でも3つともやばかったよ。3つともマジでやばかった。なんか、うん、他の劇坂は割と長いけど、うんうん、勾配のきつさは今日一番だったかな。ほんと千葉にもあるんですよ。で、千葉にもあるんだよ。3つもあったの。3つもあった。では本日の一句を格言。え、私がマジで考えてない。はい、じゃあ、早い、行きましょう。早い、はい、お願いします。激坂を登れば誰もが般若顔。般若寺だから。般若寺だから。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。